皆さんこんにちは、ピカフの岡ちゃんとコブです。このチャンネルはビッグな男を目指すチャンネルです。それではどうぞ。おはようございます。あざっさー。今日は何しに行くんでしょうか？今日はチョキチョキです。生垣を切りに行きます。はい、チラシからのご依頼とのことで。はい、いやでも今日は暑いですからね。暑いね、朝なのに。俺のこの空調服が元気よく回っちゃうよ。右よし、左よし。おはようございます。おはようございます。本日はこちら生垣を切っていこうと思います。こんくらいの高さにしてほしいということで、やっていきましょう。はい、このおもちゃみたいな刀が気に入ってます。よし、やってこい。はい、これからですので。はい、高さ的に、はい、でこの辺かな。ここで切ってここで切ればいいんじゃない。うん、これとこれ分かれてる。うん、リングはしたかったらこういうのを落とす。こうなってる。うん、ここからこう入ってここで切る。はい、長さを見つかったけど、うん、高さ的にはここで OK だから、多分ここで切ればいいと。あっち側に伸ばさないで、うん、道路側に伸ばさないで、こっち向きに伸ばすようにしてくれて、外に向いてる方を切って、もう隠さなくていいから。はい、切ってみました。お願いします。この大きい、やばい、でかすぎる。ちょっとずつ切る。やべ、失礼だし、めっちゃ涼しい。やばい。なんかさ、それ切る前のさ、あそこがさ、引っ張ってるの。こっちも引っ張ってるの。はい。ちょっと邪魔しに行ってる。あ、なんか違うの。そこの木さ、めり込んでない？めり込んでんだよ。低くなりました。整えて。チャンネル登録よろしくお願いします。君、カメラを壊した感想をどうぞ。大変申し訳なく思っています。勘弁してくれやろ。ちょっと撮れてたのかどうかも。本当ね。じゃあ引き続き頑張りましょう。はい、だいぶスッキリしたんで、もうちょっと頑張ります。でもだいぶ綺麗になった。カマキリ入ってる。うん、協力プレイ。声だけ使っていいですか？いいですよ。この声で良ければ。今YouTube ってわかりますか？あ、わかります。これで投稿してやってるんですよ。ちょっと。
っぱね、時代的に便利屋さんって聞くと、うん、ちょっと怪しいじゃないですか、うん、どんな人がやってんだみたいな感じで、だから YouTube ででも前の奥さんが言ってたよ、はい、感じのいい人でよかったねって。あ、本当ですか。 ありがとうございます。いそんなよく言われます。やっぱりね、はい、人はパッと見の感じがね、はい、大事だよね。そうですか、うん、このメガネってやめた方がいいですか。外したらどんなの。こんな感じです。いや、あってもいいんじゃない。あってもいいですか、うん、なんかちょっと詐欺師っぽいって言われるんですよ。 あとなんかいかついとか言われちゃうんで、うん、ちょっとどうなんだろうって。でもこれ頑丈でよくて、うんうんうん、僕使ってるんですけど、うんうん、なんでお客様にいつも聞いてるんですか。コンタクトは、コンタクトは僕乱視が強くて、あ、黒縁のまん丸のメガネとかいいかな。その方が感じ悪いんじゃない。あっちの方がいいですか、うん、ですよね。私はそう思うけど。よかったよかった、安心しました。じゃあ、うん、それとね、やっぱりにこやかな顔でないとダメだからね。やっぱな。まあ、とりあえずこれから暑くなって、はい、またちょっと伸びてくると思うんで、はいはい、例えばなんですけど、先ほど言われたこのこの線で切っちゃう、はい、線で切るっていうご依頼とかもまたお話しいただければ、うんうん、あ、はい、そうだ、あれ書いてもらってないですね。あ、そうだ、うん、家の中の片付けだから処分するもんがいっぱいあるだけの話だから。お疲れでした。お疲れ様でした。すいません、今日だけは車内でタバコ吸わせてください。思ったよりちょっと時間食っちゃったわ。あーつやつや、いいお客さんだったね。うん、なんかごちそうにもなっちゃってねえ。マジで飲み物ありがたかった。冷たくてうまかったわ、うん、だってぬるま湯だったもん。俺なんでポカに飲みまくった。私も麦茶ぬるくなってたから超うまかった。どうでしょう俺の剪定技術。あそこじゃ言えなかったけど、うん、なんかうまくね。初めてに。そうそう。しかもなんか格好もそれっぽいし。そう。なんか超。今日はお客さんといっぱい話してよかったわ。いつも今までの俺ってさ、ね、あんまり話しながらやんなかったじゃん、うん、作業中、うん。でもやっぱそういうの大事だなって分かったからさ、そういうの意識して。やってるっていうのはやっぱ修行の成果かなと思う、うん、前までの俺よりさ、お客さんもちょっと心を開いてくれてるかな。なんかね、感じがいいってね。おお、褒められたね。そういえば俺のメガネちょっと気にしてたのよこのメガネ。うん、まあ人によりというか、うん、動画の写りが悪いんだよな。そうだね、確かに。この間さ、うん、友達とさ仕事終わり行ってさ、うん、詐欺師っぽいって言われてさ、あの俺のことさ何十年も知ってんじゃん、うん、小学1年生から一緒だから、うん、だからお前のことまあ25、6年知ってるから俺はそう見えないけど、うん、それをなしにして見ると良くないわそのメガネって、うん、だからそいつにだけ俺動画教えてるから、うん、いつかコメントくれんのか。返しづらいわ。確かに。それでは皆さん剪定終わりました。帰ります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あー疲れたね今日も一日。なんかおかちゃんさ、剪定センスあったよね。そう、そんなこと言うと怒られるよ。そう、うん、怒られる。剪定をガチでやられてる方たち。いやでもなんか私もっと下手くそな感じになると思ったら、なんかあれ、俺も思った。なんか動画だとさ、なんか何とも言えない感じだけどさ、うん、実際見ると結構ね、うん、素人目線だとさ言い方悪いと分かんないよね。分かんない。なんかそんな感じするよね、うん、ただあの電線に食い込んでる木はどうしようもなかったね。だからあそこだけさ裏さちょっとチョーンって登っちゃってるのがね、うん、ちょっと悔やまれるけど、ただお客様が求めてたのってもっとさガッっていう。そうね、もっと切ってたからさ、さすがにあの強剪定じゃん、うん、あんだけぶった切っちゃったら、うん、太い木なんとも言えなかったんだけど、葉っぱ残んだよね。うちに伸びてるさほんのちょろっとだけ残ってさ、うん、みんな道路側に伸ばすようにさ目隠し用に生やしてるからさ、うん、前のずっと住んでた住民さんが。そうだ ね、まあなかなかね。でお話もいろいろしてたらさ、うん、机とかも処分じゃなくて売ってきてほしいとかっていう話につながったりさ、うん、ね、そうね、まあ、家の中のお仕事にどんどん入っていけたら嬉しいなとは思うわけで、うんうん、外仕事やってね、ちょっと変わってきてるなとは思う、うん、対人コミュニケーションのやり方とかも。こう言うとあれなんだけど、すごいいい人っぽく見えた。おお、どういうこと。おい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 、なんかまともなことちょっと言えるようになってきたしね、うん、いやーとかじゃないもんね、うん、提案できるようになったよね、うん、そこ大きな進歩だね。嫌みったらしいっていうか、
すごいおせおせ営業じゃなくて、いろいろね、意識してるところがある、それは。うーん、プロになろうと思ってるから、うんうん、あ、営業だって思わせないようになりたいから。俺はコブちゃんに何か言うことないの？申し訳ありませんでした。申し訳ないじゃないよ、あんた。なんでうちがこんな貧乏なの知ってる？依頼がないから。違います、こういう無駄な出費が多いんです、コブちゃん。すいません。カメラが1ミリも動かないじゃないの、もう。はい。気をつけて、置くとき。はい。ちゃんと三脚こうやって伸ばしてから、ポッと置いて。はい。あれ、映ってるっけ？壊れた？なんだ？わかんない。まあ、一応言っとくか、皆さん。はい。皆さん、もうカメラのジンバルがもう全く動かなくなってしまいました。はい。はい。なので、今、動画後半も iPhone で撮ったんだよね。はい。iPhone で撮影しました。はい。しっかりしてください。申し訳ありません。また赤字が一歩近づいてしまいましたよ。はい。はい。いくらかかるのか分かりません。でも出しちゃったら、何やって直しましたって領収来てさ、新品と同じ値段だったら結構です。言えないよね。言えないです。見積もり出してくれるのかね。ちょっと分かりません。はい。ということで、早く修理したいと思います。はい。すいませんでした。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。俺はさ、もう全くやったことない作業なわけだけどさ、うん、ちょっと楽しいわ、やっぱ便利やって。なんか逆にそれがストレスになる人って多々いると思うんだよ、うん、やったことないものをさ、急になんかぶつけ本番じゃん、うん、基本、うん、俺はそれが楽しいわ。逆に明日大丈夫かなって若干思うけど、うん、実際にそれがなんかそのできたっていうなんかその自信というかなんていうの、なんとも言えないんだけど、ワクワクするんでしょ。でも自分ができることを当たり前にやるよりもできるか不安だっていうことをやった方が、わからないけど達成感があるっていうか、うん、脳が活性化されてる気がする。最近なんか脳の回転が速い気がする。はい、ということで、今回はチラシからのご依頼で生垣の剪定に行ってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。俺ね、今日初めて、うん、お前が一番元気よく働いてた、うん今までなんかさ、心臓バクバクしてるのか知らないけど、なんかみたいな感じじゃん、まあ、今回も若干その風習あったじゃん、うん、行く前はちょっと機嫌悪くなってたけど、うん、でもなんか作業中いつもそれがちょっと残ってる時に、なんか今日楽しそうにやってたね、いつもより、ね、びっくりしたわ、そこは。それでは本日もご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。そして良いと思ったらグッド評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた。